本日もやってまいりましょう。エクストリーム中日ドラゴンズ、和久井秀明編。イエーイ、ワクワクさせてよ、ルルルルルルルだ。ということで、ワクワクさせられっぱなしの和久井投手を本日はご紹介していきたいと思います。早速基本情報からいってまいりたいと思います。千葉県のご出身なんですね。そうです。ロッテもね、まあね、行かれているので、地元でもね、実はプレーしていたということで、はい。なんですが、高校は横浜高校です。結構ドラゴンズ横校多いですよね。ね、柳投手とか結構多いんですけれども、そこからなんと何球団も歩き渡っております。最初ドラフトで西武に入りまして、その後ロッテ、そして楽天と3球団渡り歩いて、その NPB 唯一の3球団最多勝利を、はい、達成されているんです。 NPB 唯一ですよ。この長い歴史がある中で3球団それぞれの球団で最多勝利を勝ち取っているっていう、すごい経歴を持っている方です。はい、ちょっと最初に言っておく、最初に、お話しするんですけれども、今日和久井投手のこれまでの経歴、ものすごいいっぱいあるんですけれども、もう本当に大事な部分をかいつまんでご紹介していきます。その代わり、今の今年これからの和久井投手の話にフォーカスを当ててお話ししていきたいと思いますので、皆さんお付き合いお願いいたします。はい、ということで、皆さんももうご存知ですね、投手でございます、ピッチャーですね。1986年6月21日生まれということで、ギリギリ双子座ですね。はい、噂によると雨男という噂がありますので、雨男の双子座、ちょっと親近感が私にも湧いております。右投げの右打ちでございますね。はい、そして08年のオリンピック、09年、13年の WBC の代表ということで、鳥谷がスタートしているからはもう11年経ったんですね。長い歴史ですが、その長い歴史の間ずっと第一線で活躍されている和久井投手ですね。はい、そして09年には西武時代ですね、沢村賞も獲得されているということで、本当にすごい方ですね。そんな方がやっぱり今ドラゴンズに来てるっていうことが、私は未だにちょっと信じれないようなところもあるんですが、今年こそは本当にね、その、まあ、ギリギリ去年はつかめなかった勝ち星を本当にね、和久井投手の手の中にもう入れてあげたいなという思いなんですけれども、今年の和久井投手はたくさんもうあふれんばかりの星様を掴んでくれるんじゃないかという成績を今残してくださっています。はい、ということで説明していきます。ワクワクしまくる2024年と書かせていただきました。はい、ということでね、まあ私もキャンプ行きましたけれども、和久井投手本当に独特の雰囲気でしっかり自分のペースでね、調整重ねていらっしゃるなという印象をね、ブルペン見たりしてすごく思いました。はい、それもそのはず、オープン戦の成績に如実にその、まあ、調整は現れています。オープン戦の成績2登板してます。3月11日時点なので、もしかしたらここまでにちょっと登板があるかもしれないんですけれども、今日の収録時点ではこちらになっております。2登板5回投げて許したのは1安打のみ、防御率は0.00、永遠のドゥルドゥルドゥドゥドゥゼロってことなんです。えぐいですよね。仕上がってきてるんですよ。すごいですよね。ベテランの選手は結構その春先へちょっと苦手とかいう選手も結構いらっしゃるんですが、今年も和久井投手はとんでもないですね。そのベテランならではの余裕感と、もう一つなんか、なんていうんですかね、そこに余裕たっぷりなんだけど、ものすごく負けん気というか、絶対勝ちに行くんだぞという執念みたいなものをピッチングからものすごく感じる2024年だなというのはすごくね、思っておりますね。なので去年やっぱりちょっとね、打線の方がなかなかなくて、うわっていうね、勝ち星つかみきれないっていう試合が本当に本当に多かったので、今年は絶対売り戻しが来るだろうと、ね、私も思いますし、ドラバラ恒例あの方もそのことをね、売り戻しが来るよということをね、おっしゃっていました。はい、ということでその話をしていきたいと思います。
落合コーチとの絆と書かせていただきました。落合コーチ、いつもありがとうございます。本日もですね、涌井投手に関してちょっと、落合コーチからですねお話をいただきましたので、そちらをご紹介させていただきたいと思います。そもそもですね、ロッテ時代に落合コーチと、まあ、コーチと選手としてね師弟関係があったということなので、涌井投手はものすごく落合コーチのことを理解されているし、落合コーチも涌井投手のことをねものすごくいい選手だなと思ってくださっているという感じなんですね。うん、で書かせていただきました。涌は良き理解者なんだとおっしゃっているんですね。これはどういう意味かと言いますと、落合コーチものすごく選手とのコミュニケーションを大切にされているコーチですね。ただそれはコミュニケーションの回数ではなく、1回本当に大切な時に何を話すか、ここを絶対間違えちゃいけない、ここを大切にしたいというコミュニケーションを取るんですね。なのであえて今は話しかけないという選択を選手に対してすることも多々あるそうなんですね。ただそれが話しかけない、じっとしている、ただ見ているということがちょっと不気味、何を考えているんだろうと思う方もいらっしゃるみたいなんですね。だけど涌井投手は、落合さんって何も言わないかもしれないけどちゃんと見てるからということを分かっていらっしゃるみたいなんですね。うん、なので涌井は本当に僕の良き理解者なんですと、僕のこういうやり方だったりこうした方がいいと思うことをすごく理解してきてくれているんですと。だからドラゴンズでもう一度一緒にやれているという今の環境もすごくありがたいですというのを落合コーチおっしゃっていました。うん、そして移籍時にはと、ね、ちょっとメールマークで書かせていただきました。はい、涌井投手の奥様、ね、もう皆さんご存知だと思うんですけれども、押し切り萌えさんですね、モデルの押し切り萌えさんなんですけれども、落合コーチのね、まあ、ドラゴンズでコーチをされていますけれども、ドラゴンズに来ると涌井投手がなった時にですね、なんと押し切り萌えさんからねご連絡をいただいて、よろしくお願いしますということをねこうお伝えになられたみたいです。家族を挙げてこの絆がねあるということなんですよ。なのでやっぱりね、ここにお話、このお話を聞くと、落合コーチはやっぱり涌井投手のことなんとかもっと勝ち星掴んでほしい、掴める実力がしかもある枠にはあるんだということをものすごく力説されていて、いや私はこの熱い瞳はちょっとどこかのタイミングで皆さんにもお伝えしたいなと思っていたので、本当にね、いやこれは素敵だなと思いますので、ちょっと皆さんもぜひね覚えていただきたいなと思いますね。はい、ということで最後締めに入らせていただきます。魅惑のピッチングに今年も熱視線、ちょっとなんか古い感じのね、年代を感じるような最後のセリフにさせていただきましたけれども、やっぱりものすごくね、涌井投手いろんな面でファンを魅了してくれる方だなというのはすごく思いますね。ツイッター、X では毎回結構いろんな投稿をしていただいていて、その選手のオフのね雰囲気だったり、ね、選手とすごく仲睦まじい感じでね、こうドラゴンズの新しい広報としての側面もねやっていただいているなというのも思いますし、一方やっぱりこんだけの経歴で、そしてコーチにも慕われる、そういう素敵なお人柄がある方です。なので涌井投手が来てくださったことって、ものすごくドラゴンズの選手たちにすごくいい影響をね及ぼしていると思うんです。細川選手とかたくさんご飯をねごちそうになってるっていうお話もね出てますからね。そんな、まあ、ドラゴンズファン、ドラゴンズ全体が涌井投手のこと本当に素敵だなと思わせてくれる、そんなね方なんですよね。でそれは人柄だけではなく、今年もピッチングにもねやっぱり見せていただきたいなと思いますし、もうオープン戦ではしっかり見せていただいてますからね。一緒にラジオやらせていただいている平田さん、はい、平田亮介さんは開幕投手ももしかしたらあるんじゃないかというね、ちょっとねある番組でおっしゃっていたので、もしかするとあるかもしれない、
まだまだ開幕投手のね、この争いは続いていくので、そろそろ発表かなと思いますが、皆さんもちょっとね、野球見て、それも心待ちにしていきましょう。皆さんもぜひ涌井投手に何かね、こんな応援コメントとかあれば、ぜひコメント欄に書いてください。それではまた次回の配信は動画で皆さんお会いしましょう。バイバーイ。チャンネル登録お願いします。